県内ではここ数年、官製談合事件が相次いでいます。事件の背景は、そしてなぜ防ぐことができないのか、専門家に聞きました。地方自治体にとって一番怖いのが官製談合なんですよ。信頼を回復するためには大変な長い時間かかるわけですね。入札制度に詳しい新潟大学の澤田克美教授です。一般論として談合事件が起きる背景を次のように指摘します。工事を期間内に終わらせたいと、予算をちゃんと使い切りたいと。でそれから、行政からの働きかけですよね。から業者に恩があるなんていう場合、あるいは例えば他の工事で大変損失したと申し訳ないと、ついてはその運営措置をということで情報漏洩すると。県内では2018年以降、長岡市や新潟市など官製談合事件が相次ぎました。澤田教授はこのうち3つの自治体で再発防止に向けた提言書の作成などに関わりました。その経験から澤田教授は、事件の原因は個人によるところが大きいとしながらも、組織として防ぐ努力をしていたかが今回の事件のポイントになるといいます。発注機関の側の、リスクマネジメントがよくできてなかった、これやっちゃいけませんよとか、もしやったらこんなことになりますよとかっていう研修がちゃんと、やれていたのかどうかちょっと疑問と。また今回事件となったのは公共工事、契約が進んでいればそこには税金が投入されるはずでした。澤田教授は官製談合で損をするのは県民だと強調します。これは泥棒なんだと、つまり、市民の懐に手を突っ込んで財布に移んでいくのと同じだと、我々は損することになりますよね。我々としても、できる限り監視の目を強めていくとですね。公共工事をめぐり起きた官製談合事件、なぜ防げなかったのか、事件の全容解明が待たれます。